てしまいますと障害間45秒というルールで失権となってしまいました。残念です。14番です。日本大学より松本丈選手と王風の出場です。スタートへ向かいます松本選手と王風。王風はイケメンだそうです。そして気に入っているところは前髪の薄いところ。耳カバーをかけているのでちょっと前髪は見えにくいようですが、前髪が薄いところが気に入っているそうです。さあスタートに向かいます松本丈選手、東京都の町田市にあります和光高校から日本大学の生物資源学部に入学しました2年生。乗馬歴は9年あります。さあこの競技第6位までが入賞となります。現在のところ減点ゼロの選手がお二方、専修大学の山本選手と麻布大学の柿崎選手、この2名が減点ゼロでゴールをしておりまして、優勝決定戦ジャンボとなりますが、ここで横へ逃げてしまった、コースから外れてしまいました。これは反抗が取られます。減点が4点です。さあこのように障害物の前でだけではなく、あのように今本当は左に回らなくちゃならないところを右側に行ってしまいました。こういったことも反抗が取られてしまいます。さあこの乗ります王風は北海道の猿郡にあります白井牧場で生産されましたサラブレッド、13歳になります馬。エンドスイートワイルドピルエットの3区。この馬は競走馬として出走することはありませんでした。ワイルドピルエットの2001というふうに生産されましたが、競走馬として出走することはありません。しかしこのように日本大学で馬術用馬として活躍しております。さあ現在減点ゼロの選手がお二方、減点1の早稲田大学の五十嵐選手が現在第3位、現在第4位が東京大学の闘争、減点が4点、現在第5位が法政大学日高萌選手とリオネル、この選手も減点が4点です。さあ最終障害をクリアいたしました。走行タイムが97秒24、タイム減点が5点、障害減点